十一年間の恩母殺立像前王子解散、道義あたる寺は、宮城県仙台市宮城野区にある、臨在宗明神寺派の寺院である。仙台藩主第四代、伊達綱村は、別荘地であった、燕沢の丘陵地、約二十万坪、元六十年、明神寺はずい寺の通元法達禅寺に記者し、ここに、岩手県江差市郡黒井村にあった。 天台州の自覚大使会期となる、社名王山長谷寺の廃寺を移して、はじめに関東山聖徳寺を建立した。その後、津村の父、第三代津宗を会期としてご遺拝所とし、津村の江戸住まいであった品川屋敷を移送して本堂とした。この屋敷は、当時高級品の板ガラスを障子戸にした、豪奢な造りだったことから、ギアマン寺と呼ばれた。また、 津村の法王栗名が、賢章院伝を山へ広大工事であり、京が峰の岳家前あたる殿に遺骨が祀られたことから、三号、地号が加護をされて、関東大尾山聖徳前王子となり、現在、大雄山前あたる寺と号している。本尊は、自覚大施策とされる十一名無関禅恩母殺立像。元来は、仏殿という建物に、 鎮座されていたが、1958年の本堂再建の際に先座した。また同じ登録文化財として、美写門天を祀っており、どちらも平安後期の貴重な遺装を現代に伝えている。臨在州明神寺端河松中本山の別格寺院であり、明治維新まで大々随岸寺からの法を継ぎ、以来、通言派と呼ばれる法流の方言地となっている。ありがとうございます。